ますので、よろしくお願いします。はい、では始めます。ここがどこかという話から、はい、はい、させていただきます。はい、はい、ここはどこでしょう。まあ一応もう書いてありますけど、東急ハンズ新宿店さんのバックヤードでございます、はい、で今こうやって売り場を作っているところです。どうも、朝からたくさん商品を並びました。はい、まだ完璧ではなくて、全然ここからまあちょっと入れ替えをしたりとかそういうこともあると思うんですけど、まあ、とりあえずこんな感じで進めてるというのはお分かりいただけるかなと思います。はい、まあ、ここは比較的、完成してる方です。そうですね。飲食系ですね。はい、飲食系。まあ、うちのね、定番の、ジャンルである飲食系の、はい、が集まってるという感じですね。はい。はい、でだ、はい、今日ちょっとね、いろいろお知らせもありますんで、聞き逃さないようにしてください。はい。はい。どこからだ。まずお知らせ。そうですね、お知らせ。はい。はい、まずですね、ちょっと実はまだ調整中なんで 100% とは言えないんですけど、ツイッターなんかでもね、ちらっとお知らせしている通り、全商品がずっと売り場にあるとは限りません。はい。はい。で、あとはですね、まあ、陳列する商品を入れ替えながら、まあ、皆さんの本が必ず一度は並ぶようにはしますけれども、そのあたりは、ハンズさんの、ハンズの、要するに販売担当の方と、我々と話し合いをしながら、入れ替えをしていきますので、皆さんが来た時にもしかしたら自分の本がないっていうことは十分にあり得ると思います。なので、それで暴れたりしないでください。はい、無視しますんで、よろしくお願いします。今日一日やってみた感じだと、思ってたより並びそうです。というのがですね、シリーズもの、例えば1巻から10巻まで全部委託されてる方とかいるんですけど、そういう方の分は申し訳ないですけど、重ねて、まあもちろんその重なってますよということは、案内をするんですけれども、そうだ、それを見せてくれるわけね。そう、こういうものを作りまして、はい。要するに重なってますよということをですね、示させていただいてます。後ろにピンが来ちゃってる。ちょっとピン合わせる。よいしょ。よいしょ。これで多分ピンはあったと思います。これ、しばらくしたら。はい。という、こういうものを作らせていただきまして、はい。シリーズとか通作っていうのは並んでますよというような形で並べることによって、皆さんの本を、常に出せるような状況に今、工夫をしているところでございます。はい。本当にどの商品がどれぐらい並んでて、いつありますかっていうのは、もう、我々もそうですし、ハンズさんも全くわからないので、問い合わせされてもお答えできません。はい。はい、その点だけご注意ください。まあ、お問い合わせ、開いてください。はい。特に、ハンズさんへのお問い合わせは現金です。はい、やめてください。はい、売り場の方困っちゃいますので、はい、現金でございます。なので、皆さんが読者に、アピールするときに必ず、常にあるとは限らないということを、発信していただけると助かります。はい。特に皆さんのね、サークルの中には熱狂的なファンを抱えている方もいらっしゃいますんで、くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。まあ、なるべくあるようにしますけど、ね。はい。はい。そんな感じですね。あと、我々どっちかが、売り場そうですね。いるときはある程度、なんか探したりの対応ができるかなっていう気もしますので、はい、その際は、ハンズの方ではなく、我々に声をかけてます。そうですね。一応、ハッピー来てまた、はい、いつものハッピー来て立ってますので、はいはい、まあ、立ってるか、うずくまってるか分かりませんけど、はい、はい、いますんで。それで今日はね、長々と陳列やってきました。もう半分ぐらい終わりましたけど、はいはい、はい、なんか陳列、今回、基準、設けてますかね。はい、はい、一応ですね、これ東急ハンズ、しかも、2階の入り口真ん前というですね、いわば一等地をお貸しいただいてるわけです。なので、これは、ハンズさんに対しても、我々は、まあ、恩返しをしなきゃいけない。じゃあ、その一番の恩返しは何かっていうと、売り上げでございます。はい。なので、申し訳ないんですが、売れる、もしくは売れている商品ほど、売りやすい場所に行くというのは、これはもう、資本主義の原則ということでご理解いただきたいと思います。はい。売れない商品は下げられます。はい。それは、シビアに行きます、そこは。これがね、大崎だったら、もちろんそのね、皆さん平等に機会をってことにはなるんですけども、あくまで、委託、しかも、委託料はいただいてません。売れた分だけのお返しという形になりますので、その数字を最大化するのが我々の、まあ、やるべきことだと思ってますんで、ちょっとそのあたりは、はい、ご注意いただきたいと思ってます。まあね、商業主義を礼賛するつもりはないんですけど、やっぱり物を作ってる以上はやっぱり売れるってのは正義ですから、そうです。やっぱりこういう場をせっかくね、いただいたんですからね、はい、最大限売れるような努力をしたいなとは思っています。
ですね。というのがやっぱ売れるっていうのは、イコール読まれるってことですから、うん、何のために本作ってるかということを考えればね、読まれるためでございますんで、そこは。作りたいだけだったら作りたいだけ作っていい、ね、そうそう。作りたいだけ作ってね、ただで配りゃいいわけで。あとその意味では、今回皆さんその同人界隈の人は、うん、ハンプという言葉を好きで使いますけれども、今回は、販売とこだわって我々は言っています。はい、意識してください。はい。販売。そうです。販売であるということを意識していただきたいな、と思います。はい。まあ、そんなわけで、まあ、これね、ハンズさんからお声掛けいただいて、もう去年からですか？そうですね。ちょっといろいろ詰めさせていただいて、まあ、ようやく実現に結びつくところまで来たんですけれども、まあ、ここまでのちょっと苦労話を振り返って、はい、もらえればと思うんですけど、まず準備ですね。そうね。はい、準備で、まあね、準備。どこだろう、ピークは。これはシール貼りだ。ああ、シール貼りね。要するに今週の頭ですね。大変だった。本当にボランティアの方、大変ご協力ありがとうございます。本当に助かりました。ボランティアの皆さんのちょっと手がなかったら我々二人ではですね、はい、到底終わらなかったと思ってます。そうですね、もうひたすらね、まあ、やってましたから。今回に限らないですけども、やっぱりいろいろね、手伝ってくれる方には、まあ、何らかの形でね、お返しはしていきたいなと思ってます。そうですね。まあ、はい、本当にね、交通費すら出さずにですね、うん、完全ボランティアで来ていただいているような状況なので、まあ、そういった方には我々も恩返しができればと思ってますし、逆にそういう恩返しをね、妨害しないでいただきたいなと思います。そういう方には、例えばわかんないですけど、仮に言いますけど、こそイベントでいい場所をね、先に選んでもらうとかあるかもしれないんで。やりますよ。はい。はい、なので、絶対落ちないんだよね。はい、そうですね。はい、それはもうもちろん、協力していただいた方に対する、まあ、リターンなので。リターンはあります。はい。はい。まあ、そういう意味ではですね、この武田、という相方の武田はですね、小売業を、なんで睨むんだ小売業の経験者なんですね。はい、で、私は全く経験がなかったので、そういう意味ではもう本当小売の現場のバックヤードをね、こうやるっていうのは非常に面白かったですけど、ちょっと大変でした。いや、やっぱりね、データもちゃんとしっかり取らなきゃいけないし、ね、バーコードね、コスのデータも作らなきゃいけないし、はい、もちろんシールを貼らなきゃいけないし、ね、いろいろ大変でしたね。はい。まあ、その意味でも、だからこそね、ほんと今回、うん、来ていただいた方、まあ、まあ、役に立っていただいた方っていうと、ちょっと、いやらしいかもしれないですけど、そういう方にはね、やっぱお返しをしていきたいなというのは、余計に思いました。いや、そんなもん役に立った人は、どんどん、重宝していきますよ。はい。はい、で、はい、これさらにちょっと今まで何度か生放送とか動画とかでもお話ししてたことの、うん、まあちょっと追加になっちゃうんですけど、はいはい、NG ですね、販売 NG に関しては、まだ、追加で実は出ております。また競技中のものとかもあります。ね、ハンズさんもね、初めての試みですから、本当手探り状態でやってる中で、本当ギリギリの線探ってくれてるので、はい、本当ありがたいんですね、これは本当。とはいうものの、やはりその場所柄とか、そのハンズさん、まあそれから東急グループさん、といったところの、まあ都合というかね、そう基準もありますので、それに合わないものというのが、まあちょっと出てくるということもありますし、あと当然その担当者レベルではもうこれいけるねっていう話をしていたんだけれども、例えばその上司の方であるとか、最終的な権限を持った方、要するにまあ言ってみれば責任をね、取らなきゃいけない方の意向で、まあそれが NG になるってことも十分あり得ますんで、そうですね。ご容赦をってことですね。はい。なので、はい、今のところ、こう、なんていうのかな。OK というか、今のところ何の連絡がなくても、売ることをやめちゃうということも、はい、まあありますので、ちょっとそこは、ご注意いただきたいなと思います。はい、ただ、まあ、本当にね、ハンズさん頑張ってくれて。後ろね、この面白同人スパーザーって書いて、こんな作ってくれて、はい、ここはないけど、こんな腰巻きみたいなものを作ってくれて、ね。そうですね。はい、はい。下のね、ここのところも、はい。めっちゃよくしてくれたんですよ。はい。まあ、ただね、こうやってね、我々が、面白同時にしまざる東急ハンズでやることがね、活況を呈して、ね、あ、こういう世界って面白いよねって広まっていけば、またいろんなハードルも下がっていくでしょうから。そうですね。だから我々というか、その面白同時にしまざるというイベント自体が有名になることで、一般の方にも、その NG のハードルを、まあ、下げていただけるというか、と思いますので、まあ、それは皆さん一緒に、はい、一緒に頑張っていきましょう。そうですね。はい。はい。で、一番最初にこのイベントが話が始まった時に、はいはい、店頭にね、はい、要するに、出店者の方、ああ、皆さんね、そうそうそう、まあ、接客じゃないけども、まあ、読者の方とはコミュニケーション取ってもらえる場所を作ろうかなっていう話があったんですが、そうですね。まあ、実際今までのね、イベント、我々のイベントでも、基本的にはその著者が直接売る、うんうんうん、著者直売というのを、まあ、売りの一つだというふうに認識して、はい、一般の方に対してもそういうようなアプローチをしてたんですけども、はい、ちょっと今回はですね、
若干ね、暴走した方がいらっしゃいまして。はい。はい、なので、申し訳ないんですが、それ中止しまして。やめました。はい、はい、やめました。我々二人。まあ、あと、要するに、運営側のスタッフだけが、バタチをするということになりましたので、はい、そのあたりはご理解いただきたいなと。皆さんがね、店頭で本を売りたい。まあ、特にこのハンズっていう場ですから、そう、ね、そういうのを期待してた方もいらっしゃると思うんですけども、大変申し訳ございませんが、中止ということになってます。はい。まあ、我々にお任せいただきたい。まあ、正直ちょっと、いろいろあったことに関しては、我々も、怒りを禁じえません。怒ってるね、二人ともね。はい、怒ってます、正直。同人誌即売会っていう場だと、まだ許されたことってあると思うんですよ。だけど、ここは同人誌即売会をやる場所じゃないんですよ。我々がやっぱその、お借りをして、一般の同人誌を全く知らない、その前後関係全く知らない方に対して、アプローチをするっていう場なので、それはやっぱそれ相応の、そうですね、はい、はい、なんていうのかな、配慮というか、が必要なんだと思います。で、皆さんのことを大人だと思えて対応してきたんですが、まあ、今回ちょっとそういう残念なことがありましたので、ちょっと申し訳ないんですが、今回は見送らせていただきます。ということになりました。で、もう一点ちょっとね、大切なお知らせがあります。はい、出品者の皆さんには、今日の夕方に、メールをお送りしてますので、必ずご確認いただきたいんですけれども、撮影についてですね。はい。はい、ちょっと細かいこと確認お願いします。はい、出品者の、ま、撮影ですね。はい。ま、動画。はい。ね、動画に関しては一切禁止です。はい。スマホであろうが、はい、その、動画のカメラであろうが、一切動画の撮影は禁止とさせていただきます。はい。もうそれはもう、おもちゃ同人誌バザールの売り場も、もちろん他の売り場も全部そうです。はい。はい、取れるのは我々運営だけ。まあ、はい、それも我々ももちろんルールにのっとってやらなきゃいけないので、はい、その点ご協力をいただきたいと思います。はい、例えば、たまに聞かれるんですけど、TikTok みたいなものとか、あと Facebook のなんか短いやつとか、うんうん、ああいう短い動画ではダメなんですかみたいな質問はするんじゃねえぞ。動画は禁止だからね。ダメです。1秒だろうが 0.5 秒だろうが、はい、動画は禁止なので、お願いします。ジフはどうですかとか聞かないでください。はい。そういうことです。水選手は動画ダメです。はい。はい、まあ、それ以前にというか、以上にというか、画像の撮影に関してもやっぱりいろいろ、ルールがあります。ルールがございます。はい。それちょっと順番に教えてください。はい。まずですね、出品者の皆さんに関して、現場でのスマホの撮影、それから、まあ、スマホじゃなくても、まあ、カメラの撮影でも同じなんですが、それと SNS 等へのアップは、お送りしているメールの中にルールを細かく指定してありますので、守ってお願いいたします。はい、で、実は今回、一般のお客さんもそのコーナーは撮影 OK なんです。はい、撮影 OK なんですけど、出品者の方はより厳しくしています。なぜかというと、出品者の方は、一種、まあ、それ我々と一緒で、販売者なので、はい、東急ハンズさんへの責任は重いんですね、より。ね、なので、例えば一般客はこういうのあげてるじゃないかって文句は言うんじゃないぞ。出品者は厳しくしてるんだからな。はい。はい、そんなこと言ってきたやつは二度と出さないからな。はい。ということで。はい。まあ、ちょっと具体的に注意事項を、はい、はい、お願いします。まず、お客様の通路、それが動線の妨げにならないようにしてください。2階のね、ほんと入り口近くなので、はい、あんまりうろうろしてると邪魔になりますから。はい、お願いします。配慮はよろしくお願いします。それから、当然ですが、お客様の映り込みはしないように撮影するとともに、はい、ダメです。もしも映ってしまった場合には、必ずぼかし等の処理をしてからアップするようにしてください。まあ、トリミングしてね、切っていただくのが一番安全かとは思います。それから、2階入り口の、まあ、その、なんだっけ?2枚扉がある、ね。そうですね。風よけ室が別に、はい、自動ドアが2枚あって、はい、で、そこから、入り口の床の白い部分。はい。というのは、まあ、ハンズさんのエリアじゃないんですね。まあ、そう、我々のその、ちゃんと、その、面白同人誌バザールのエリアっていうのはちょっとあるんですよ。はい。最初の。そうです。その中でないとダメです。その外はダメ。外から、例えば、売り場を映すとか、ね。売り場を映すとかはダメ。ダメです。はい、そこは、高島屋さんとかの共用スペースになってるので、うん、それは NG ということでございます。同様に、高島屋さんの敷地に入っての撮影であるとか、うん、周囲にある高島屋さんのテナントが一部でも映り込むような撮影は絶対禁止です。ダメです。はい。はい。結構分かりづらいんですよね。そうです。境界が。気がついたらもう高島屋に入ってたりします。はい。なので、基本的に本をもうアップで撮るか、うん、この棚がギリ映るぐらいで撮るかしかできないと思ってください。はい。はい。こんな感じですね。はい。はい、あとはですね、一応、そうですね。まあ、撮影時のワンショットとかは、まあ、僕らの問題なので、ね、はい。あとですね、あ、そうだ、大事なこと忘れてた。
出口出てのところに2階のエントランスがある。エントランスからそのデッキがあるんですよ。そうです。入り口出口の前にそのベランダっつうかデッキがあるんですが。新宿駅から繋がってるところね。そうです。その外での撮影は厳禁です。はい、ダメです。はい、昔某イベントがそこで暴れてですね。大変な騒ぎになったことがあるそうですので、皆さんはそんなこと絶対にしないでください。お願いします。記念撮影レベルでもおやめください。はい、お願いをします。というところ、結構まあ、今いろいろバッと言いましたけど、うん、これも当たり前のことなので、そうですね。はい、その場に合わせたルールを守るというのは当たり前のことなので、小売業物販では当たり前の話です。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、で、メールはお送りしてますので、必ず出品者の方はご確認いただきたいと思います。あとちょっといつになるかわからないけど、我々が、いつ東急ハンズの売り場にいるかっていうスケジュールは、まあ大体ですけど、そうですね。思ってますね。はい。もしいらっしゃるんだったら、そこに合わせてきてくれればいろいろね、お話もできますし、そうですね。の時の電気も測れますので、はい、その辺を狙ってきてくれればなと思います。はい、そんな感じでございます。まあ、今のその撮影のことで言えばね、うん、今回ちょっと追加で NG が出てる本の中に、うん、店舗の中の撮影、許諾を得ているのかどうかわからない本とかを NG にさせていただいてるんですね。うん、なので、これもまあ、ある意味で言うと基本的なルールっちゃ基本的なルールです、ね。店の中はほぼ撮影禁止です、基本的に。我々なんかも、例えば同人誌にするときに、店の中を撮ってるものは、OK なところか、許諾を撮ってるものしか、基本的には撮っていません。店の外はね、はい、店の外はいいんですよ。行動から撮る場合は基本的には OK なんですけど、店の中とかは NG なので、そういうのは、まあ、同じということですね。はい。それぐらいですかね、注意事としては。そうですね。まあ、今、うるさいこといろいろ言いましたけれども、まあ、皆さんのためのイベント、皆さんの本をね、並べるためのイベントでございますので、ぜひご協力いただきたいということと、どちらかというと、大崎に力を入れましょう。あ、そうですね。そうです。こっちはお任せくださいと。はい、大崎に関しては NG をね、まあ、NG なしってことはないんだけど、行動だから、そこも。今まで通り、同人誌即売会基準でやっていますので、うん、そちらの方でね、ぜひ力を入れてくださいという感じもあります。はい、150以上のね、スペース集まりますんで、うん、大崎史上最大。いや、あれもなかなか迫力あると思いますよ。はい、もう本当に改札出て右左ね、どっちもが全部スペースで埋まるというようなことになります。うん、まあ、今回ちゃんとした業者さんにテントも頼んでますので、うん、お金も珍しく大崎ではめちゃくちゃお金もかかってます。雨降ったら困るんだよね。はい、まあ、雨降らないように皆さんでね、てるてる坊主釣っていただきたいなと思いますが。はい、ちょっと、まあ、ハンズの話にもなりますが。はい。やっぱり、500点ぐらい揃ってると、迫力ありますね。すごいですね、もう本当に。あれは圧巻です。一回見に来れる方、見に来てください。そうですね、22日から、29日までです。で、あとですね、ハンズさんの方でですね、なんだっけ。営業時間が、宣言が解除になりま、緊急事態宣言解除になりましたので、22日から21時までということになってます。はい、なので、この、面白同人誌バザール in 東京ハンズも、21時まで。で、最終日のみ、2時間前まで。わかる。はい。まあ、ちょっと18時となってるんですけど、まあ、それがちょっと伸びるかもしれないという感じでございます。そうよね。緊急事態宣言開けた次の日から。そうね、こう。まあ、狙ったかのように。みんな待って、ね。そうそうそう。本当にね。前回の神保町もちょうどこう下がったところで。そうそう。我々基本的に運がいいんですよ。運がいい。だからまあ28日も多分雨は大丈夫だと思いますけどね。今ね、雨予報になってる。今雨予報になってますけど。はい、そう、ああ、そう、この人の話でしょ。これせっかくだから、ね。テンション上がんないこれ。そう。これね、俺らの顔が映ってるとね、マジピンがそっち行っちゃう、こうやってやると。